仏母院は、香川県中田土郡多土津町西白方に所在する寺院である。三号は、八幡山。詳しくは、八幡山三角寺仏母院と呼する。宗派は、新言宗第五派。本尊は、大日如来。四国八十八箇所番外霊場、新四国万太羅霊場第十七番札所である。空海の母、玉院御前の屋敷跡と言われる。本尊真言。 オンアビラウンケンバザラダと、バンゴ家、楽天のことの音サトシしブツモインゴフふたちの母の、寺上屋敷跡ごエイカ、ひもろぎの三角の地にて、極意は、神の御子なる大師を宿すた前御前がこの地の、うぶすなかみくまで、ヤワタグのヤワタ神に祈りここで、空海を出産したと言われている。屋敷跡と言われる場所は五重屋敷と呼ばれ現在は、仏道が混流されている。境内には、 空海のへその王を収めたと言われる、えなずかがあり、空海の産ゆいども残されている。本堂には空海が幼少時に、デ度ドで作ったと伝えられる仏像、洞窟が安置されている。また、熊手、八幡宮の、八万、大菩薩と書かれた直学や熊手が、当時に残っている。この地に、唐から帰国した空海が寺院を整備し、三角寺と名付けたと言われる。熊 八幡タグーの別当寺院となり、三号を八万三とした。戦国時代の永六年間に戦乱により荒廃した。その後、主言者の大前坊が再興したことから、寺院名も大前坊と称した。江戸時代前期の寛永十五年、佐賀御所より仏母院の院号を可しされ、寺院名が大前坊から仏母院に改められた。熊で、八幡タグー、ありがとうございます。